ラレベが動きます。ここは飯田が入ってきますが、船山です。船山流して、さあ狙っていく、決まった、山本ジェフ勝ち越し。53分です。いや今あの清武が、ね、中に入ってきてるんですよね。ここラリベ起点になってね、はい、あの清武が、ね、入中に入ってますよね。でその空いたスペースを、ね、山本がうまく使いましたよね。うん、はい、あとは思い切ったシュートでしたね、これね。さすがは元中盤ですね。